静香ちゃんは本気なんでしょ。そう、静、だからね、言ったんだよ、私、電話でポルポ。静香ちゃん、あんまり、本気になっちゃうからね。大事にしてあげてっては言ったんだけど、結構今までね、その男に対してさ、しつこくしちゃったりとかするとこあるんだってさ。なんかポルポンは粘着される可能性あるよね。でも元はさ、ポルポンと時静香ちゃんって犬猿の仲だったじゃん。そうでしょ？ねえ、殴り合いの喧嘩をする予定だったんだけど、時静香ちゃんが逃げたんだよ。それで、結局スパークってさ、格闘技でスケマルくんと戦うことになったんだよな。そう、本当は時、相手は時静香ちゃんだったもん。お互いに犬猿の仲だったんで、言い合ってさ、いがみ合ってみたいな。そこの二人が付き合うの面白いよねって。うん。ヘイト向けしかしないなって何が？は？ヘイトなんて向けたい今。何でもかんでもさ、そうやってさ、覚えたての言葉を使うんじゃないよね。何でもかんでもヘイトっていう人いるよね。話をしてるだけで。いない？最近そういう人。ヘイトだ、ヘイトだってさ。話題にしてるだけでヘイトって言うんだから、この人。お前の話し方の問題何が？ああ、もう疲れる土曜日、本当にこういう人ばっかで。なんか意地悪ばあさんみたいな多いよね、本当ね、この時間。土曜日に多いんだよ。本当に、土曜日のこの早い時間。寝てください。え、りょうたっちょくんもポルポン NG なの？まあ、そこら辺は TikTok の絡みでしょ？ TikTok の中での話じゃんっていう話よ。まあ、でもりょうたっちょもね、結構頑固なとこあるから、好き嫌い結構分かれるんだよ、あの人ってね。あの性格。まあ、ポルポンとは合わないんじゃないかなって感じだよ。そんなオールマイティタイプじゃないじゃん。中にはさ、オールマイティなタイプの人もいるしょ。誰とでも絡めて、誰ともお話しして、誰とでも仲良くできるようなタイプは私みたいにさ、私はオールマイティタイプなんですよ。あんまりね、好き嫌いとか人間関係にね、持ってかないようにしてるかな。平等に見るって感じ。まあ、TikTok は結構ね、好き嫌いはっきりしてるわな。そういう世界だからさ。今日大阪前乗りです。予定はここに書いてます。見てください。8月24日土曜日、大阪前乗り。8月25日日曜日、京セラドーム騎乗君始球式。8月26日月曜日、大阪缶バッジ無料配布。44個って書いてあるけど、43個だね、これ。また